鶴の子株式会社石村一万聖堂は、福岡県福岡市博多区に本社を置く製菓業者で、ある。名家鶴の子などの和菓子を販売する石村一万聖堂のほか盆産区のブランドで、洋菓子を製造、販売している。お菓子の広場石村名で、路面店展開で和洋菓子を販売するとともに、九州を中心とする百貨店、駅、空港、 サービスエリアなどで販売を行っている。また、パンのセトレボン、事屋は別ブランドとして展開している。マシュマロ製造メーカーでもある。明治末期、古くから伝わる日本三大メーカーの一つである、ケーラ卵そうめんを製造していたが、その過程で卵白が大量に残ることから、発送したのが最初の鶴の子である。二十世紀初頭に、薄来のマシュマロの技術をいち早く、 鶴の子に導入し、以来、100年にわたり、鶴の子は、博多を代表するメーカーとして愛され続けている。そして、この石村一万制度のマシュマロ技術が、バレンタインデーのお返しの日、3月14日のマシュマロデーの発案へとつながった。マシュマロデーは1978年に、福岡の老舗百貨店、岩田屋に3代目社長の石村前後が、バレンタインデーのお返しの日として、 君からもらったチョコレートを僕の優しさで包んで、お返しするよというコンセプトと共に提案した。当時は、バレンタインデーの日付をひっくり返した4月12日、1週間後の2月21日、1ヶ月後の3月14日の3候補があった。候補1は2ヶ月も空いてしまい、間延びするのではとの懸念があった。候補2は、バレンタインデーから1週間後と、 お菓子屋としての多忙すぎるスケジュールに対応できるのかという不安があったため、岩田屋の提案からの申し出もあり、候補3の3月14日に決定した。また、最近は一般的になった塩豆大福は元祖である。これは使用している明ンド豆を塩味にしたもので、餡の甘さを引き立てる役割をする。2017年には石村善之助が、 代表取締役に就任している。ありがとうございます。